はい、本日が10月9日火曜日、ただいまのお時間が午後4時半を回ったところです。はい、本日のお相手は私佐藤博之と、はい、制作部の相沢と、そして制作組織の加藤正文です。よろしくお願いします。何しに来たんですか？ちょっとね、本当皆さんにお詫びをしに来たんですよ。はい、あ、はいはい、入院してまして僕、もう本当ご迷惑とご心配をおかけいたしました、はい、元気です。元気ですか？見た通り、見た通り、出ちゃう方が早いかなと。あの音声の方もいらっしゃるんで、そう、喋っちゃった方が早いかなと、お茶たちょ、茶たちょ、チャットたちょ、はい、役者辞めて何年なのに、まだいる。大丈夫です、大丈夫です。ルレロリルレロルレロリルレロ、ね、復帰計画ですか、もう。なんでやだよ、復帰公演。復帰はいいけど、腹筋は嫌だもん。いや、腹筋しなくてもいいですよ、別に。役者なんてね、はい、あんなもんやるのおかしい。ほらほら、人前にしてた。そんな走ったりさ、何腹筋背筋やってますやってます。ダンスとかできるわけないよな。こら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 、ダンスダンス、それ何ダンスですかこれ。そんなありましたっけ。無理無理無理、覚えらんない覚えらんない。あんなのやってみ、できないから。できません。皆さんもね、ほんとね、やってみるといい。できる人もいるかもしれないけど、僕はしない。人間って思ったように体動かないですよね。ね、本当にびっくりするぐらい、ね。最近桃色クローバー Z が好きなんですけど、あれの、またなんでそういうところに。え、最高だよ。あれ、娘さんが好きとか、もう嫁と娘が好き、何と思って見たらもうハマっちゃって、DVD 全部見た。何がすごいですか？あのね、熱量。24曲歌った後にアンコールだよ。24曲そうだよ。しかもね、ももクロの曲ってね、長い1曲が、うん、普通のアーティストとか、うん、あのアイドルの曲って3分から5分、うん、まだ5分じゃないですか、まあ、5分、そうですね。この間出た乙女戦争って新曲7分30秒とかって、それ踊りながらずらっと踊るのよ。もう完全にね、ライブで見せるための曲であって、シングルで売るための曲じゃないのはもう明らか。すごいですね。もうね、キャラメルを見たね。だってさ、このね、ちょっと斜めになってるじゃないですか。さえもこれの主役の、懐かしいの、ね、はい、この主役の人かっこよかったじゃないですか。走り続けますよ、この男。はい、何十ステージやりましたか、たくさんやりましたよ。走り続けました。こんなになっちゃう。もうね、昨日ちょっと朝までかかって、メガネで今やってるんですよね。そう、あとこのまた大トレオーバーあったのね。主人公の岡本と一緒走りました。そう、こんなになっちゃう。毎年夏走ってるんですよね、ずっと。そうですね。え、今年は？今年走んなかった。嘘つくな。3年連続だと走ってましたよね。風と、龍馬と、降り注ぐで、もういいだろって3年走ったら。久しぶりに走らないな、夏を。ちょっとね、今体力落ちてきてるから。おまたやっぱダンスすごいやん、と、わ、如実に。あ、この間もね、見ましたよ、ブルーブルー、昨日までやってたんですけど。お疲れ様でした。ありがとうございました、見に来てくださった。ももクロの話が途中で終わっちゃいましたけど、とにかく暑いんでね。もうちょっと、ちょっと置いといていただいて。ももクロに関するお問い合わせはこちらへ。出ない出ない、これあのキャラクターボックスの公演情報って。あ、そうか、大事なね。ももクロを押す番組じゃない。ブルー、お疲れ様でした。ありがとうございました。おかげさまで本当に無事に終わりまして。キリが素敵だったね。キリ可愛かった。本当にあのキリの印象がだいぶ変わったと思いますよ、ね、見に来てくださった人から。おうちナイス、いいですよね。なんか、ナビさんも見て、多分もしかしたら評価が変わったかもしれないですよ。いやいやいや、こんなもんみたいな。ひどい。俺の方がうまく使ってみせるみたいな。結構あの大内さん、成さんでバチ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 イーストがそういう面で。父さんも見に来てずっと可愛い可愛いって言ってましたもんね。誰がキリ、加藤さん。俺加藤さん、ね、あ、もうだってもうキリはもう入る前から知らないけど、入る前のことは。なんでそう適当発言するんですか。生まれた時からって言おうと思ったんだけど、もうちょっと嘘だっちゃってるから。ちょっと嘘つきのことがある。生まれでもキャラメルができた時はまだ生まれてないですからね。そうなのよ、23歳ですから。僕は生まれてましたね。知ってますよ。あ、誰が作ったんだ。どうするんですか。キャラメル作ったから。作ったでしょ。作った作った。大丈夫ですかね。はい、大丈夫です。そう、相沢喋れよ。喋ってます。喋ってます。結構ね、相沢が、うん、僕入院してる時にもうキャラボックス PV をね、ずっと見てたんですよ。はい、どうでした。いい味出してる。そう。そうですか。なかなかいいね。ありがとうございます。相沢こんなに喋るんだ。あれ、会社では喋らないタイプ。ね、電話受けたりとか忙しいから喋、まあ、るってことないわけよ。あ、まあ、そりゃそうでしょうね、うん、仕事中にベラベラ喋ってる人いたらちょっと困っちゃいますからね。ちゃんと真面目に、うん、なんだあいつは結構可愛いじゃん喋ると。
喋るとって失礼なこと言うなよ。佐野さんぐらいでしょ、仕事中ずっと喋ってるの。いやいや、俺はめったに、めったに黙んないね。そっちだから、はい、静かだなと思うと加藤さんがだからラーメン食べてる時ぐらい、ね、ラーメン行っちゃってるか、寝てるか。もういない、いなくなっちゃう。そろそろいいですかね、ちゃんとした情報。ちゃんとしたキャロリングの話ですか。いいですか、こちら、はい、受解はいいんですか、受解は。いや、こっちが先です。受解公演なんで、キャラメル公演先。キャラメル公演なんで、先に見せなくていいんですよ。せっかく情報公開のがあったのに出ちゃいました。出ちゃいました。音の方は、はい、先にこっちから言います。キャロリング、キャラメルボックス2012クリスマスツアーキャロリング、キャロリング、はい、こちらはですね、神戸公演が11月18日日曜日から25日日曜日まで、はい、新神戸オリエンタル劇場で上演されます。神戸ね、行きたいですね、はい、早く、はい、こちら今どんな状況でしょうか。はい、こちらの予約状況ですが、ま、楽勝いいですか、はい、どうぞ。情報番組なんです。予約はまだまだね、受けたまってますが。そういうことじゃない、はい、まだ予約は受けたまってますが、はい、ネットではわからないところを、ネットでは分かってない、はい、お伝えしようという、この赤丸以外は大丈夫ってことですね、はい、11月の23日金曜日14時の回の S 指定席が、はい、こちらかなり少なくなってきております。あ、本当だ、もうないわ。はい、まだあの予約受けたまっているので、お早めにお願いします。あら、まあ、こんなになってるんだ。はい、A 指定席もまだこちらプレイガイドもありますけれども、うん、あと数席ずつになっております。そうですね、あららら、危ないですね、23日、はい、はい、あとですね、千秋楽、神戸公演の千秋楽、うん、11月25日日曜日14時の回、うん、S 指定席こちらキャンセル待ちとなっております。あ、もうこれないですね。はい、ちょっとキャラメルボックスのお電話でだけ受け止まってますので、はい、お早まだ若干、はい、諦めるのは早いというか、そうですね、まだ数席あります、うん、若干あると、はい、でそれ以外は、はい、それ以外はまだ大丈夫です。え、初日日曜日じゃないの。そうですね、日曜日始まりですが、まだこちら大丈夫です。これ日曜日夜だからだ。あんまないですね、日曜日。あ、でも、でもあんま残りはない。まあ、ある。あ、まあまあ、こっち、あるけれども。はい、あるけれども、うん、まあ。結構埋まってきてるような感じですね。一番のおすすめはどこですか。おすすめはですね。ちょっと待って、神戸公演、ね、初日空いて翌日お休みだ。そうです、休演日。なんちゅうことでしょうか、はい、これはどういう意味かというと、はい、全部売り切れてしまったらここに追加公演が入るかもしれないというね。なるほどね、月曜日に。本当？はい、皆さんのご予約をお待ちしてますよ。今ちょっと黙っちゃいました。はい、水木。そうですね、おすすめは、今のところ水曜日の夜ですね、うん、21日のこっち昼夜あって、お昼の方が混雑してますので、うん、どちらかというと夜19時の会がおすすめです。東京公演でも水曜日の夜って空いてるじゃないですか。空いてますね。水曜日って確かあれですよね、なんか早く帰る日ですよね。え、納残業で。あ、そう、だから農産業デーだから水曜日の夜は休園、うん、できるだけ休園しないようにやってるんですけど、ね、農産業デーっていうとそのままお家帰っちゃうんですかね、皆さん。多分そうだと思うんですよ、ね、別に備えて、ね、飲み会とかが入っちゃう、あ、入っちゃうのかな、ね、飲む代わりにキャラメル来てください。ね、そうですね、うん、池袋お店もいっぱいありますしね。神戸公園そんな回数もないですから、ぜひですね、来てください。もう新神戸オリエンタル劇場はもう三宮から聞いてる？聞いてますよ。めっちゃ聞いてる。三宮から地下鉄で一駅、もしくはテクテク歩いて15分ぐらいかな。はい、上りなんできついですけどね。え、全国的に水曜日は農産業で。全国的っていうか大企業さんですね。あ、そうなの、企業。そう、うちの会社はないよね。ないです。笑顔で、笑顔で、はい、続き、はい、続いて東京公演です。東京公演は12月2日月曜日から25日火曜日まで、はい、池袋サンシャイン劇場で上演いたします。はい、こちらは今どんな状況でしょうか。はい、こちら千秋楽12月25日を含めまして、すべてまだご予約いただけます。うんうん、はい、あー、なるほどね。そうなんです、あ、まあですね、ある、なんでこんな残った、はい、ただですね、千秋楽よりも今は、はい、早い方の土日ですね、12月の8日9日あたりの方がちょっと混んでいるという感じで、ほうほうほう、もうちょっと今からご予約いただいても2階席ですとか、1階席の後方から2階という感じになっておりますので、早く見たいっていう、ね、はそうですね、なので土日祝日ご希望の方はぜひお早めにお願いいたします。なるほど、はい、こちらキャロリングですけど、うん、加藤さん、曲はどんな感じになるんですか。言っていいの。いいですよ、別に。だって、あの言っていいどこまでだったら、ね、僕に制限ないです。もうちょっと引っ張ろうかな。あ、まだまだ早い、うん、あの、CM がどこぞで流れてると思うんですよ、うん、テレビ朝日さんですね、はいはいはい、今回主催、はい、あとは関西はあの YTB、はい、さんのどこかの時間帯で CM が流れてる。なるほど、それで聴いてください。いいです、ね、その曲が多分出てくるかなと。なるほど、ね、まあ、曲っていうよりあれですよ、今回キャロリングに関しては、はい、もう台本できてるんですよ、随分前に。ほほほ、僕は入院する前にもできてたんで、はい、9月の前半ぐらいにはできてたんですよね。
早いですね。それを一回できたのを今度は有川さんにお返しして、うん、また二人で揉んでコラボレーションだから、ね、有川さんが先に原作をバッと、ね、まあ成と話した後に書いて小説にして、うん、その小説を台本に今度は成さんが、うん、だから小説あれだけあるすごい量あるから、うん、それを全部二人でやったら、うん、トゥーランドットになっちゃうから分かんないね。いや分かりますよ。5時間ぐらいになっちゃうから、ね、休憩挟んじゃったら。そうそうそう、うん、なので、その美味しいところだけこう、はい、キュ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 ッシュ詰めて、そうです、もう骨だけこう、はい、ピャッて3枚に下ろしてね。でもう骨はもう出汁にして、あと刺身にしてですよ、妻乗せて、はい、のこうくるっと回して、はいどうぞみたいな感じになってるわけですよ、はいはい、おしゃれな話してもらっていいですか。ね、そんな感じで台本が来ておりますので、それを読んだ感じは脚本に負けない。じゃ出ないんだ。出ないんですよ。なんだこれね、びっくりすることにブルーに出た6人うち僕だけ出ないんです。本当だ、5人出るんですよ。どんな仲間菅野が出るからじゃない、かぶってないでしょ。そんなキャラじゃないんですよ。全然関係ない。そうだ、僕お客さんとして楽しみにちょっとしてます。外ちょっと来ない。じゃあんどこに、ロビーとか呼んでいただければ ね、はい、まあ、そっか、こういうキャストでやるわけですね。佐藤くんは出ない。でもうちょっとまだ稽古が始まってませんので、稽古が始まればもうちょっと詳しい内容も教わるかなと思って、ね、はい、詳しい内容知ってますよ、台本読んで。稽古状況とかね、そういうことはまだまだあれ、でも、はい、もう美術会議が行われて、あ、そっか、今日 ね、やりまして、はい、なんと何も決まってません。それはぶっちゃけなきゃいいです。そういうことは。だから今日はみんなで台本を中心にこのどうしようかどうしようかって話をして、はい、だからパカーリカさんがこう来たからこっちはこう行くかみたいなね、はい、そういう話をして、はい、有川さんこの辺結構パーン来たな、この辺じゃあこれはこっちに打ち返して、これパーンと来たらこれはあっちに打ち返して、ここパーンと来たらこれはゴロだみたいな。すごい楽しそうなんですけど、うう全然内容が分からないです。あのね、キャラメルボックスにっていうか、はいはい、有川先生すごいのはこの出演者全員14人と話を1時間半とか、そうですね、面談をしてね、はい、そのキャラクターを作っていったってすごいなと思って、でそれで書いた小説なわけですよ、うん、うちの役者たちに当て書きをした小説聞いたことない、聞いたことない、当然初めてだと思う、うん、なので原作を読むともう、ああこれ筒井だ、筒井じゃねえやった、あの菅野だなとか、筒井も菅野も似たような、違う違う違うじゃなくて、あ、菅野だなとか分かるような原作なんです。いや、それはそうです、本当に、ちゃんと、だからすごいなと思って、1時間半ぐらい一人連弾してて、ね、話し合いをしてて、だから変な話、早くがないっていうか、あ、ちゃんと一人一人にストーリーが、うん、そうあるという、そうなんでね、こう、はい、まあ、言いそうになったけど役がね、いい、あっ、そうかみたいな、あ、なんだよみたいなね。加藤さん、そろそろ次だともうこれで終わっちゃう。あ、どうぞ、はい。ちょっとお楽しみに。ちょっと急ぎ足でこちらを受回、はい、受回、こちらがですね、東京公演が11日木曜日までルーティアという金座で、あともう、はい、3日で終わりという。そうですね、でもまだはい、まだあります。はい、その先がですね、名古屋公演が、10月13日土曜日と14日日曜日に名鉄ホールで、名鉄いつものね、駅の上です。はい、大阪公演が10月20日土曜日と21日日曜日に、うん、イオン化粧品シアターブラバでそれぞれ行われます。はい、ここブラバの場所知ってますか。皆さん知ってますか。 OBP です。 OBP、 OBP、うん、京橋からも行けるし、はい、大阪城からも行ける。あ、どうぞ。はい、というわけでこの情報をお伝えできただけで僕は満足です。はい、あのこのまま行くと時間がなくなるので、ね、この辺で行ってみたいと思います。はい、というわけでもう終わりなんですよ。はい、こちら、あの後ほどまたやりますので、こちらの放送は来週月曜日には更新される予定です。はい、それでは皆さんまた来週。バッハハー。はい、ここからはキャラメルボックス PV をご覧の皆様のおまけコーナーです。はい、あ、おまけなの。これおまけです。なんでメガネしてんの。これはですね、昨日までブルーズ、うん、ザ・ブルーローズという、うん、あのお芝居というかストリートパフォーマンスやってて、これがですね、うん、深夜までバラシ作業をかかってましてですね、うん、それで朝まで打ち上げがあったためにですね、いや寝てないんだ。寝ました。でも寝たけど、寝たけどメガネっていうね。ああ、お疲れ様でした。コンタクトはなかなかちょっと厳しいということで、ね、あとちょっとインテリっぽく見えるかなと思って、ね、どうですか。
なんか虫みたいだよね。どういうことですか？カマキリ。こういう、そうそうそう。カマキリだ。こういう虫いるなと思ったらカマキリだよお前。こういうような感じだった。ああ、ひどい。ひどいひどい。自分で言ったんじゃん。自分で虫って言ったからね。カマキリでした。はい、あのこちらの方も無事に昨日終わりまして、はい、9回やりまして、はい、どうだった？あのお客さんの入りと。お客さんの入りはまあまあ、あの、大体いい感じで来ていただいて、ね、あの毎日おまけコーナーというか、うん、あのあっち向いてほいのコーナーがあって、うん、負けたら面白いことを話すってコーナーがあったんですけど、9ステージあった中、うん、なんと僕が5敗。あれはガチだ。完全ガチですよ。そんな完全ガチです。 iPhone 5どういう暇をどうなんでそのぶち込んでくるんですか。iPhone 5でかいですね。でかいのよ。 4S です、これは、うん、ちょっと大きさ的には。あの幅が一緒で長さが伸びて、あ、本当だ。画面がやっぱ違う。あ、全然違う。ハイビジョンサイズみたいな。1センチぐらい違うな、うん、いいな。薄くなってるんですか。薄いっすよ。軽いしょっぱって思う。本当だ。で、お互いがお互い。はい、はい、で、ハイブローズ青いバラ、うん、なんかでした。皆さん喜んでいただけて、なんかね、見てて、はい、ほら、時代劇みたい。そうです、ね、昔の話になる、はい、平安時代の1000年前の話。不思議なことに、はい、その昔の話になった瞬間に、うん、あ、これ遠くの話だなって思って。わかりました。なんでだろう。すごい、それがすごいですね。勝手に僕、まあ僕親父が無力だからっていうのもあるかもしれないけど、うん、その瞬間に遠くの話って思いながら見てたら本当だったから、うえーって思って。そうなんですよ。で、言葉で出てくるのは結構最後の方ですよね。東北で、うん、遠くで出てくるのは。なんでだろう。言おうとだったんだよね。そうなの。それをおうちに言おうと思ってすっかり忘れてたんだけど、びっくりしちゃって。あ、それはそんな人多分いないと思います。すぐ瞬間に気づく人。なんか響いたのかな。あ、嬉しいですね。そういう風に響いてくれればね、なんだかわかんないけど、うん、っていうのがあるからやっぱり、うん、伝わればいいなと思って。そう思って君らが作ってたのが、うん、多分分かったんだろうね。ノブネキャラオークスやってますと、はい、今回もハッピーエンドというか、そのラブストーリーというか、今までと違って暗い、まあ、暗い部分も多少あるんですけど、うん、まあ、お家からやから、うん、で、大石さんも言ってて、え、大石さんがこれから書き始めた頃がちょうど震災があった直後ぐらいで、うん、暗い話よりも明るい話をしようというふうに決めて、お家にしてはまだ明るいね。そうそうそう。なんでお家ってこう暗いかね。いや、好きなんですよ、そういう人間の本質がそこにある。いや、本質があるかどうか別にして暗いよね。いや、別に明るいのがいいってわけじゃないですけど。でもまあまあ、ね、今回はちょっと明るいになった。第5弾があるかどうかわかりませんが、あったらぜひぜひということで。ねえ、お顔ちも美しかったし、はい、ね、はい、うん、まあ、キリも可愛かったし、高山さんは飛び跳ねてましたよ。田中いつもと変わんないし、高ちゃんも可愛かったですね。林がね、やっぱ林とキリがこれから本当に楽しみだ ね。いいですよね、うん、うん、まあ、佐藤はもう2本走ったからいいとしてね、3本かまあ、その話さっきしたからいいんだよ。いいんだよ。ちょっと僕ももうちょっと何かやらせてください。何かやる。何かやりたい。やるそうです。やりましょう、やりましょう。なんか記念に何かやりましょう。何の記念。何だろうね、何やる。できるとしたら何だろうな。ヒゲ記念。ヒゲ記念。なんでヒゲぐらい剃ってこいよ。これもほら、あ、そっかそっか、荒れちゃうんだ。荒れちゃうからメイクしててね。だから休みの日は極力、うん、これが休みの日の役者です。なんか面白いことだったらやりましょう。佐藤ひろゆき祭り。面白いこと祭りになっちゃいます。佐藤ひろゆき祭りって誰が行くのそれ。コアのファンが。コアのファン。サイシャインとかじゃなくて2人ぐらい。ちっちゃいとこでいい。あの稽古場でもいいじゃん。勝手にやって。どうぞ。どうぞどうぞどうぞ。何の話しようとしたんでしたっけ。天下一品の話。天下一品の話。なんでやなんでや。ドラえもんの話。なんで天下一品話しなきゃいけないんですか。あの10月1日、天一ということで、あの、はい、僕の大好きな天下一品ラーメンの、はい、天一の日というね、はい、名前なんでございますけれどもですね。天下一品の日は、10月1日は無料券ももらえるんだけど、はい、2日から14日までが、はい、なんつうの、くじが引けるのよ。ほうほうほう。で当たり外れなくって、一応僕らにとって天一ファンにとって外れっていうのは100円割引券とか出ちゃうのね。おお、まあ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 、なるほどね。でそれ以外はいろいろ景品が当たるのよ。はいはい、ね、でその景品って非常に実用的でね、スマホのなんか袋とか、あとなんだろう、あのスマホを使える手袋とかいうのが当たるんですけど、まあ、そんなの皆さん持ってると思うんですよ。常にね、そうですね、自分のものが欲しいでしょ、はいはい、ね、あとマウス型のなんか卓上に置いておく、うん、
クリップを置いておくとか、書類立てみたいなのがね、当たるんですけど、結構実用的な、そう、なんか丼とかのイメージがそうじゃないでしょ、そうですね、うん、じゃない、関係あるだけど、もらっても多分嬉しくなると思うのね、だからぜひ僕にくださいっていう話いっぱい送られてきたじゃないですか、あのね、これね、あの周りの天下一品ファンの人と話してて、はい、まあ、毎年これ祭りがあるわけだ、毎年あるんですね、毎年あって、はい、まあ、あのその景品が欲しいから食べに行くわけだ、はい、そうすると大体僕の前の人が当たるの、残念、で僕は必ず100円割引券の交換してほしいっていうね、うん、その人だから何このグッズ、いい、まあ、まあいいかみたいな感じだからちげえだろよ、それが欲しいんだ、それが俺は欲しいんだよって思うわけね、なんかロゴが入ったりとかするんですか、そう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 、ああ今最近流行ってたの、はい、物欲センサーってやつです、何それ、知りませんか、これ欲しい欲しいと思ってると手に入る、うん、あ、そうそうそう、無欲ので無欲の人が手に入る、そうそう、だから家族で食べに行くと子供には当たるんだけど僕は当たらない、ああ狙っちゃう、働くらしい、去年なんかだから十何件食って、うん、1個か2個、2個か3個しか当たんない、切ない、うん、切ないですよ、今年はまだ どうですか、1個しか当たってない、あら、あ、でも、うん、1個当たったもう1個ぐらいね、逆にね、でも入院してたんで、そうでした、そんなに食えないわけですよ、そうですねそれはね、まあ、食べられないことはないんだけど、うん、ちょっとなんかこう天下一品って看板が見えると、うん、お医者さんの顔がパワパワパワっていう感じでやめとけすごい、ね、やめとけかと、それはやめとけ、それやめとけそれ腹筋さんじゃないですか、わかる、わからない人ばっかりだけど、わかんないでしょこれ、わかんないでしょ、なんかこれ雲、雲、これはもうあのやめとけ、はい、これはコピーライトあの破壊ランナーっていう、腹筋前の、腹筋前のですけど、あ、僕の大好きなシーンです見て、見て、今度なんか面白い、めっちゃ面白い、それは、それはまた違うから、それは違うからリボソン、はい、あの、もう薪が出てるので薪が、もう、はい、だいぶ前に出てる、だって天一の話しかしてないじゃんだから、当たっちゃって迷惑だなって思った人は僕にください、はい、そういうことで、よろしくお願いしますね、募集って、はい、募集じゃねえ、だから、さっき話さなかった石川さんの話しようよ、はい、石川さんと西川の話ね、石川さんは来年のうちが芝居やります、俺たち友達、やりますから、1月につい、モデルはね、はい、前田モデルは、はい、新たに前田さんがモデル、そうです、はい、5人中4人が同じメンバーで、ここ、あ、見えない、見えない、マミヤくるみさん、はい、声です、あ、声の方だ、はい、そうです、だそうです、一応ですね、これね、この間見たんですけど、すごいね、もうね、もう、もう、キュン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 っていう、キュン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 って、再演かな、もう、なんつうんでしょうね、もう、心のこの辺が小躍りしてるようなね、おお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 っていう感じのお芝居です。これ、お子さんと一緒に見ていただきたいです、ね、はい、あの、いっぱい子供が見に来てて、ちっちゃい子がね、6歳ぐらいの子とか、赤ちゃん、幼児の子とか来てたんだけど、そうそうそう、みんな、キャーって、オオカミかわいいとかで見てて、かわいい、かわいい、かわいい、ウィーですよ、もう。フル？俺、騎士なんですよ。知ってますよ。わかります。基本的に全部そう。岸田も常にリアルだ。リアルタイム。最新です、ね。大丈夫。ね、大丈夫です。なんすか。はい。でもう一本西川くんの、はい、西川くんが客演します。はい、加藤健一事務所、はい。加藤健一事務所って知ってますか。加藤健一さんの事務所です。はい、そのままですね。はい。はい、で今日も演出するのが風間杜夫さんですよ、すごいですね、塚公平事務所出身の2人ですよ、すごいですよ、ゴールデンコンビ30年ぶりですね、共演、はい、これはね、ちょっとね、はい、どのぐらいすごいかっていうとですね、どういうことですか、ディープパープルのリッチー・ブラックモアとトミー・ボーリングが共演するようですね、トミー・ボーリングもしませんけど、この全く分かりませんね、はい、すごいですよ、題名言ってあげてもらってもいいですか、あ、題名バカの壁で、西川くんここにいますね、はい、はい、はい、で、あの西川くんは去年あの、左前頭葉、はい、あれ左前、まあ脳梗塞、うん、軽い脳梗塞を患いましてですね、はい、まだ若干カモンですね、そうですね、はい、なのであの加藤さんに、いや西川くんまだ若干カモンですけどって言ったら、加藤さんが見に来てくれて、はい、うん、まあ、若干噛んでたんですけど、はい、大丈夫？かっこいい、かっこいいっすね。寝ちゃった。
嬉しいですね。もう本当ね、一生加藤さんについていくと思ったぐらいかっこいいな、うん、加藤さんが加藤さんについていく。あ、そうそうそう、加藤健一さん。とにかくね、あの僕よりも顔が大きいですから珍しい、珍しい人。今さりげなく僕5センチぐらい後ろにいるんですよ。どうですか、ね、そういえばこうなったらね、まあそれ置いといて、はい、もう俺はね、加藤健一事務所に外れはありませんからね、はい、ぜひぜひこちらも見ていただきたいですね、はい。11月15日から12月2日ちょうどキャラメルボックスが神戸行ってる、はい、帰ってくるまでの間なの で、ね、この翌日からキャラメルボックス来てるんですからね、はいはい。東京の皆さん、本田劇場ですから、本田劇場すごい近くて見やすいですからね、はい、はい、いい劇場でございます、はい、もう至近距離で西川君に会いに行ってください、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました、加藤さん。ね、もう大丈夫ですよ、お伝えすること。なんで追い出そうとしてる。いい、全然、全然このままさ、あの絶対カットできないように喋り続ければさ、これ翔ちゃんも困るよね、きっとね。翔ちゃんうまいですから、 PV のディレクターのこれフェードアウトとかできないからさ。いやでもね、あのキャプション入れるんですよ。キャプション、どういうキャプション。パンキャプション、これで終わりとか切ってピュッてのがね、勝村勝村応援してどうすんだよ。今何でもできるんですよ、映像って。じゃあ、あの、また映像で編集するんなら、チャキン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 、ジュイーン、ズゼ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 ンっていう、あの、エヴァみたいな感じで、加藤正文出して。なんでそんなオープニング作んなきゃいけないんですよ。すごい時間。この番組で。もしくは、はい、もういいや。だいぶ、ごめん。ごめん。困ってますよ、もう。昨日ちょっとね、夜寝る前に、はい、あの、UFO 映像いっぱい見てたんですよ。またUFO 映像、またそんな不思議なもの。うわ、これ作ろうと思うか作れないとか思いながら見てたんですけど、最近はもうだから何が本物か分かんないですね。分かんないよね、本当にどこまでなったかね、うん、じゃあどうなってるか交互期待ということで、はい、見るの楽しみにしてます。はい、はい、というわけでお時間となりました、はい、こちらの放送は来週月曜日には更新される予定です、はいはい、来週から普通にねやりますよ、うるさくない感じでいきます、はい、それでは皆さん、さようなら。また来週。また来週。